はいえー、月満殺の清水です、えー、今日はですね佐藤さんと、まあ、安倍晋三が、まあ、国葬になったということで、まあ、国葬決定ということなんですが何ていうかこんなにその,あの国民を分断にさせるお葬式もないなと、まあ、私は思っているんですけども、まあ、統一教会にねあの破産させられた家族がいてですねその息子さんがね えー、安倍さんが統一教会の広告塔をやっていたので、まあ、ドーンと打ってしまったということなんですけどもぜか統一教会問題も何も解決しないし全然あの何も解決しない状態で国を挙げてお葬式をする、えー、これは一体どういうことなのかっていうのと独走くだネということでこのお葬式の裏で動いている自民党内の山アメリカとかも巻き込んだこの権力の大激変というところをですね。 えー、佐藤さんに解説してもらいたいなと思ってます佐藤さんはね、あのもうジャーナリスト人生40年以上いろんなね、あの政治家や、まあ、そしてアメリカにも取材行ったこともあるし戦争地にも取材したことがあるということで今日も聞いていきたいと思います佐藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやーなんていうか、統一協会問題何も解決してない状態で,でただ単に国葬だけ決まる なんか早すぎて違和感しかないんですが、何なんですかね、これはいや、本当ですね、<ー>もう違和感どころかですね、うん、僕はもう国葬そのものに反対しているんですけどね、でね、まあこのツイッターでね、僕のツイッターで、はい、のーそのことを書いたらですね、うん、い,ろいっぱい、ね、反応があったんですよいっぱいっていうか、ね、これ、うん、私が紹介してきながら佐藤さんの中で一番バズってる、1.2万いいね、5500リツイートぐらいってますよ。うんうん うん、そうですね。<ー>これがね、まあちょっと読んでみますとですね、はい、安倍は日本国に準じたのでも功績を残したのでもない。うん、国に残したものは国民の分裂と混乱、行政への堕落と経済への泥沼、しかも最後は霊感商法の守護神として、霊感商法被害者の家族に復讐された、国葬とするなら文字通り日本国の国葬となろう。いやそう,、ね、本当そうだよ。 そうなんですよねだからこれ、国葬って日本国のお葬式になっちゃいますよ。うん、日本国のお葬式にならおしまい日本っちゃう。感じですよそういうことなんですよね。うん、でこれが1万2千ぐらいついてですね、はい、でもう一つですね、挙げたら、これも4千ぐらいついたんですけども、はいえー、もうちょっと読んでみると、見るとですね、はいえー、長いだけで何も成し遂げられなかったボン首相、えー、人々の記憶に残るのは、森掛桜と公文書解散、えー、統計捜査。 国会で嘘118回辞める時は腹痛しかも2回目は診断書も出さずあれだけ批判された霊感商法の統一協会を守り続け最後は被害者家族の教団ねい、えー、ということで安倍晋三のおの国葬に反対します<ー>いやこれね書いたそのものだと思うんですよね,すねその通りだと思いますねうん、まあ本当にね、うん えー、これ安倍さんといえば、ですねもう人々の記憶に残っているのは、ね、森友問題、家計学園、うん、桜尾湯会、公文書解散、うんうんね、そして、えー、公務員、赤木さんの死、ね、去、そして統計捜査、うんね、国会で嘘118回、うんね、しかも海洋性大腸炎、まあ、それはいいけども。診断書が出てない。 信頼書も出さず辞めちゃうというね、まあそういうねひどいねえことしか頭に残ってないんですよ。ぶっちゃけそうですね。あああまそれでね、国葬なんていうのはね、もう冗談じゃないと。ね冗談じゃないと。国葬っていうのはね、なんていうかな、首相ではね吉田茂以来ないわけですよね。大平正が あのー、1980年にね、はい、あのー、選挙の期間中にあのー、死去したときはです、ね、これ、内閣自民党合同葬ってなったんですよね。んね中曽根康れがずっとね、うん、そうなんですよ、うん、ずっとそれが寛大になっていって、うんうん、なってきてで、佐藤栄作だけね、この政府と自民党と国民融資の国民葬というね形を取ったんですよ。 で、佐藤栄作もね、これもおもろつきの天才みたいな人なんだけども、<laughs> そうですね。ねうん、だけども、一応、沖縄の、ね、返還というね、大きいことはね、まあ、やったわけですよ、うんね、いろんな密約を重ねながらですね、安倍さんというのはね、そういうものが何もないんですよ、うん、ない、ね。何もなくて、ただですね、うん、亡くなり方がですね、この教団に倒れたと。 うん、いうことだけなんですよねうん、うん、でしかも、その教団というのはです、じゃあ何の教団かというと、ですね、うん、別に安倍さんがあ自分の政治思想とか、ですね、うんえー、政治の何か、ね、やってることについて、ですねこのそれに準じたと、うんね、ということじゃなくって、うんうん、これね、霊感商法のですね、うんえー、統一教会ね、 これにものすごい被害を受けた、その家族ですよ。それの恨みによってですね、この霊感商の守護神ということで、狙撃されたわけですよ。ということはね、亡くなり方も非常にですね、国辱者ですよ、これ。まあ、そうですよね。 なくなったこと時代はね、痛ましいんだけども、当然それは痛ましい、ねうん、しかしね、これせ、やっぱりね、個人として亡くなったということと、うん、政治家の死というのは分けて考えなきゃいけないんですよね。政治家の死と、政治家としての死はね、やっぱりね、うんうん、これは国辱者の死ですよ、これ。うんうんね、霊感商法ですからね。いや。まあ、そういうことでね、はい、そう。まあ、とにかくね、あのー、もうマスコミもね、その、 この点をね、あんまりつかないしですね、はいで。そしてね、自民党だけね、盛り上げてるわけですよ。うん、えなんでかというとですね、自民党にとってね、えー、この統一教会ね、はい、霊感商法の統一教会、これとの結びつきをですね、えー、あの暴露されるのが嫌なんですよね。うんうん、だって、その,あの統一教会からね、秘書をですね、 まあ100人単位っていうかな、うん、でも,もらってるわけですからうん、うんね、もうそれはもう嫌なんですよ。それは嫌でしょうよ。うん、だから、このこ、えーねえー、国葬ということで、こ、うん、れを全部ね、隠そうとしてるわけですよ、はい、もみ消そうとしているわけですよ。ねひどい話やで。ひどい話ですよ。うん、だから、そのね、えー、安倍さんの葬儀ですね、えー、これがね、えー、12日にありましたけども。うんうん そこで麻生さんがね、長辞を読んでるんですよ。はいね、これもね、一つね、何ていうかな、あの話題になってるというかね、まあ、どうということのない長辞なんですけども、ね、安倍先生、今日はどういう言葉を申し上げればよいのか、何も見つけられないまま、この日を迎えてしまった。ね、そんな風に言ってですね、はいえー、総理としての功績は多くの人の知るところだ。内政はもちろん外交でも。 戦後日本が生んだ最も優れた政治家ではなかったことを確信する。ね、<う>というようなことでですねそ<う>、うん、首相タイミングも断ることに、安倍は何と言っているのかと各国首脳から漏らしたことに同じ日本人として誇らしい気持ちを持ったものだ。うん、世界が今、大きな変革のもとに各国が歩むべき方向を迷い、見失い、進むべき羅針盤を必要とする今この時に。 あなたを失ってしまったことは、日本という国家の大きな損失にこならない、痛恨の極みだと言ってるわけなんですけどね。歯が、歯が浮くとはまさにこの方っていう,う、ね、まあこのね、各国首脳はね、安倍さんの言ってることをね、まあ、気に留めていたっていうエピソードなんだけどもね、要するにね、日本はね、日本は金を出すのかどうかっていうね、それてたのこれを知りたいということと、うん それから、えー、他の外交政策について、アメリカのね、本音を知りたいと。うんね、安倍の口からなんか漏れるんじゃないかと。うん、そんなようなね、ことをね、えー、みんな考えていたわけですよ。ということでね、うん、まあ、なんうかな、何もかもね、安倍さんをね、よいしょしようというね、今このムードですね。つまり個人としての安倍さんを痛むならいいんだけども、うん、政治家としての安倍さんをね、あのー、この、 あまりに持ち上げるというのはです、ね、うん、これは全然事実と違うわけですよもうだから別に個人として当然、こんな形で亡くなったら悲しいし、まあ昭恵さんとかね、ご親族がお葬式ちゃんとやって、お別れをして心の整理をする、もう誰でもそれはやればいいと思うが、国葬国葬税金使ってやるのっていう。うん、そうそそでですすよよねね つまりね、あのー、このね、安倍さんのこの事件ですね、この事件の本質、やっぱりね、うん、日本人を冷静に、ね、見つめないといけないんですよ。で、純粋にね、この安倍さんの事件そのものとして、ですね、うん、事件そのものを見た場合ですね、要、うん、はどういうものかというと、ですね、これは、ね、統一教会というね、宗教ビジネス。ね。うん まあそのカモにされた日本人との関わりですよ。うんうん、ねそしてその金と票をです、ね、取引材料にした統一教会と自民党のねこの結びつき、これが岸信介以来ねうん、うん、のものであると。とねそしてその中で1億円以上もの金をですね、お金を統一教会に持っていかれてですね、うんうんうん そして大学,進大学の進学をね、はじめとしてですね、人生を台無しにされたね、被害者家族。うん、これによるですね、えー、この統一教会の守護神であり、うんうん、広告党であるですね、安倍晋三さんに対する狙撃事件なんですよ。だから安倍さんは決してね、その政治的信念とかね、そういうもののために倒れたわけではないんですよ。うんうん そうですね、あくまでもこのね現在の統一協会の総裁ですね、うん、えー、この反白茶、ねこの日本におけるですねその反白茶の身代わりとして狙撃されたわけですよ。この本質をね見誤ってはいけないんですよね。うん、いや絶対ダメだよ。ああ、うんうん、だからね安倍さんはねあのー、この統一 教会関連のね集会にね、うん、あのメッセージビデオを、ね、送っただけじゃないんですよ、<ー>ねそ前に紹介したんだけども、まずね、官房長官時代、ですね、はい、このねこ、えー、霊感商法ね捜査、うん、しようとした警察、うん、ねその警察の前に、ですね捜査の前に立ちはだかった、それから第一次政権時代はですね公安調査庁のレポートからですね、うん、この統一 統一教会を外して、ですね、うん、そして第2政権では、ですね,、えー、このね統一教会から家庭連合へというですね、うん、この名称の変更を認めたわけなんですよ、うんね、これを忘れちゃいけないんですよ、うんね、でさっき言ったように、この総裁の反白者の身代わりとなったわけですから、うんね、国葬よりはむしろね、統一教会が主催する葬儀。<laughs> 統一境界層とすするのがねふさわわしいいけですよいやだってでもこれ、これ認めちゃったらね、え日本の国境って統一国家なんですかっていう、うん、なんかもうそんな感じすらするくらい、なんかわけわかんない、うん、とか統一教会層でいいんじゃないのっていうふうに思うぐらいだけど。あのこれは本当にね、冗談抜きで、うん、本当にねあの、そう思いますよね。ねうん、うん、で、これをですね、ここまでその関係が深いのにね、うん それをね、もうテレビとかですね、そ全然ね、うんえー、これについて、うんあの、深くは報道しない、うんうん、ねまあ本当にちょっとね、目を覆うものがありますね、本当に、本当にそう思いますよ。なんでこんなにメディアは、統一教会の関連てもう撃たれてしまったんだよねっていうところを隠すの、ね それはだから、つまりこの今までね安倍さんがいることによってですねえこの自民党と統一教会ねそしてそれに絡んで電で通であるとかですねまあ体制ができていたわけですよね。今、その体制の上に乗っかった人たちがマスコミの幹部をやっているわけですから,わけですから,からこれはやっぱりねあの急にそれを覆す、ひるがえすことは。 でできないんですよね、はいうん、だから今テレビにねなんかで出演しているねあのコメンテーターとかですねまあとにかく目をね覆いますね。事実からね、うん、あの目をそら,しそ,らそうそらそうというねこの魂胆っていうかなもう見え見えなんでですね本当に見にくいですよ。そうなんだけども今ここに来てですね その安倍さんがいなくなったことによって、ですね、うん、安倍さんがね、蓋をしていたものが、ねうん、取れかかる兆しが見えるんですよ。あ<ー>ね、僕はこれをね、あのーまあ安倍のまアベノマスクとかですね、アベノミクスとかいろいろあるんだけども、うん、安倍のメメメメメした、いと思うんですねいや、でも、安倍のふ急に取れたら結構大変よ。大変なんですよね。あ もう自民党とか、いろんなか、うん、統一教会関連とか、いろんなものが、もう今、大激震だと思うんだけどそうなんですよ。うん、でもまずね、なん、ね、と言っても一番大きいのはね、統一教会と自民党をめぐるですね、このドロドロした結びつきね、はい、これがもう、なんていうかな、相当明らかになりつつあるわけですよね、人々の目にあの触れつつあるわけですよ。それからね あのこれこの前も紹介したんだけども、この幼稚園連合会ね、この、うん、前会長たちが逮捕されましたけども、はい、これね不正出金のお金がね、六兆八千億円あるんですよね。はい、あ川部さん六億八千万円。あ六 <laughs> 兆。六兆。よかったら大ききます。ええー、まあちょっと桁を間違えちゃうて六六兆八億。うん。ロンドンそう六点八億ね。うん,う,んうん。 6億万あるんですよすごい金額やな、ねうん。これが、えー、正規の手続きを経ないで引き出されているということで、えー、これはね、まさにこの会長ですよね、うんえー、に渡ったということなんだけども、うん、これ、僕のね、あのー、情報によると、ですね、うん、やはり一部安倍さんに言っていると、うん、いうことなんですよ、えー。でも、安倍さんが守護神じゃなくなっちゃったから。 あ、まあ、もういいや、逮捕しようっていう。そうなんですよ。<ー>ね。もうそ、早速出てきたわけですよ。うん。ね。だからこれは多分ね、多分というか、あのー、あれですよ。<laughs> あの警察庁長,長官のね、中村いたるさんという人いてですね。中村いたるさんというのはね、えー、これはあの菅義偉さんのお秘書官なんかやってましたんでですね、うん、あのー、 安倍政権と非常に親しいんですよねだから、あのー、山口紀之さんね、TBS のです、ねえー、元ワシントン支局長の、うん、お山口紀之さん、これがね、あの伊藤志織さんにね、や、あ、は、のーね、り、ね、乱,暴乱暴したですね、それをですね、えー、一線の、ね、警察署は逮捕状を取っていたんだけども、うん、それをですね前代未聞なことにですね、 えー、圧力をかけてね、うん、それをお逮捕をやめさせたわけなんですよ、逮捕状を握りつぶしたというね、そして、あのー、その功績もあってね、警察庁長官、うんね、という中村いたさんですね、中村いたさんがね、あのー、この本来ね、えー、このお全日本私立幼稚園連合会、これへの捜査をですね止めていたんだけども、これやっぱりね、安倍さんのね、えー、がいなくなったんで、 後ろ盾がなくなっちゃったわけなんですよね。うん、バックが。うん、そうするともうね、力がないんですよ。あっという間にこうやって。話が。ん。スルッと逮捕。そう。うん、もうね、あのー、全然もうとあの止めようがなくて、うん、もう現地のですね、えー、県警はですね、もう、まあ、すぐに止めると。うん、あすぐにもう逮捕ということになるわけですよね。うんうん、うん。まあそんなようなことがね、一つあるんですよ。まあこれ警視庁の例ですけどね。はい。警視庁の例なんだけども。うん ねそれからもう一つは、ですね、えー、これはね、えー、14日のね朝日新聞でね報道されてるんだけども、はい、このアベノマスクですね。れも急なんですよね、<ー>アベノマスクのですね、えー、このね、えー、まさに業者の言いなり、言い値でですね、うん、あのー、まさに契約を結んだんじゃないかと。うんうんね まあ、とにかくずさんだと、アベノマスクはと。うんうん、ということがね、もう非常に問題になっていたんだけども、うん、えー、これね、えー、業者とのですね、業者と厚労省との間のメールですね、うん、えー、約100通ですね、100通以上か。うん、えー、これがですね、えー、このお、厚労省側をね、訴えたですね、うんえー、この大学教授がですね、うん、えー、公開しろと。上、ね、うさんですね。うん 迫っていたんだけども、これがね、みなくないというふうにこれまで言っていたんだけども、ね安倍さんがいなくなった途端にですね、見つかりましたということで、見つかりましたと言ってきたわけですよ。ういうことなのこれもだから、安倍の蓋が取れたねことによるね、ことだと思うんですよ。うん まあこういうふうにね、一つ、二つ出てきてるんですよ。たぶん,うん、うん、多分ね、これからね、もっと出てきますよえだってこんなの、ちょっと出ただけで、他にも大量に出てくるでしょ、うん、こんなの。大量に出てきますよ、だからね、これはね、もう本当楽しみですよ。楽しみね、ね本当に。楽しみ。もう本当にね、すごいね、安倍安倍さんによってですね、うんうん、この大きい顔していた人たちがね。うん もうも、い今や、絶対そうでしょ。だって、こんなの、ね、えっ<う>、アベノマスクと、えー、っと、幼稚園連合会の県だけだよ。ってことはないでしょ。うだって、これまでね、暴力的に抑えてきたわけですよ。ああね、まあ。主に人事を使ってね、うんうん、人事権を使って。うん、ところが、それがね、あのー、もう、効かなくなってきているわけですよ。ね。そうするとね、 それもこれまで抑えられてきたね、うん、あの良識あるその官僚とかね、うん、そういう人たちがですね、やっぱり出すようになるわけですよ。ということでね、本当楽しみなんだけども、うんうんね、だけどね、これからね、その安倍の蓋が取れるのはね、うんまあ、政界も同じなんですよね、うん、日本政界。日本政界も同じなんですよ。はい、これはね、安倍の蓋が取れたことによってですね、 ものすすごいいいね動てくんでよだからまずね、この安倍さんがね、国民あ国民層や国葬にやるということで、まあそれ、岸田さんが決めたわけですね、それからさっき麻生さんがね、いや、安倍さん残念だみたいな、ですね私の方が本当はね、送ってもらうはずだったとかですね、そんなこと言ってるんだけども。 これは要するにね、岸田さんと麻生さんにしてみれば、ですね、まさに、ね、文字通り、安倍さんをね、葬り去る儀式ということなんです,ことなんですよ。別に、親族からね、あのー、なんていうかな、あのー、そういうことをね、安倍さんすごいとかで,で、すね、うん、そういうことを考えているわけじゃなくて、ですね、これは安倍さんを要するに文字通り、えー、政治的にも、ね、葬り去ると。 うん、いうことで、その儀式をやるということなんですよまあ、それが国葬なんだろうな。ね、まあ、そういうことなんですよね。うん、でね、これからじゃあね、その政治が、ですね安倍の人タ取れたことによって、どう動いていくかということなんですけども、うんはい、これはね、まずね、えー、前のひと月き万冊でもね、あのずっと説明してきたんだけども、はい、まだね、安倍さんが増命中でね、こんな事件起きるとは思っていなかったときにですね、うんうん、どう説明していたかというと。うん このね参議院選挙のあとですね、参議院選挙のあと、ね、この秋の臨時国会、まあ、これがありますのでね、はい、そしてその前に、うんえー、岸田さんはですね内閣改造をやるんですよ。うん、それで結構大規模にやるんですよね、うん、やらざるを得ないわけなんですよ。うんうん、ねそしてね、その中で、まずその安倍さん関連を,を切ると。うん いうことをですね考えていて、まずその第一として、ですね第一として、安倍さんの実の弟である、はいうん、岸信夫防衛大臣、うん、これをまず切ると、うんねえー、岸信夫さんをねあの、まあ、テレビなんか見てる人はあの分かると思うんだけども、やっぱりね、この車椅子かなんかに座ってですね、うん あのー、記者に対するね受け答えもですねやっぱりちょっとたどたどしいんですよね。そうですね。挙句の果てに今日のニュースですけどコロナになっちゃいましたね。あコロナになっちゃいましたっけ？岸防衛大臣これね、うん、今日の午前中のニュースなんですけど。あそうでしたっけ？自宅療養中なんですよ。なるほどね。うん、うん。ということでね岸さんはですねこれはねまあ、はっきり言えば あのー、まずね、国務大臣の任に耐え,耐えられないんですよ、うん、肉体的にね。うんうん、そして、そしてですね、それに加えて防衛大臣でしょ。うん、防衛大臣というのはですね、やっぱり率先垂範してですね、動き回らなくちゃいけないんですよ、うん、本来はね。例えばその、えー、防衛問題じゃなくて、例えば災害が起きた時とかですね、はい、そういう時にも現地に行ったりですね、いろいろしなきゃいけないわけですよ。ね そうするとね、岸さんではもう務まらないってのはも誰が見てもわかるわけですよ。うん、わかります。ね。だから、岸田さんとしては、まず岸さんを切りたいということをね、考えたわけなんですよ。うんはい、でこのことについてはね、実はね、あのー、もう岸さんはね、えー、とにかく、いや岸田さんは、えー、とにかくね、岸さんを切って、ね、そして安倍さんに対してね、この防衛大臣の枠、 うん、防衛大臣枠、うん、これを差し上げますというふうにねするつもりだったんですよ<ー>、うん。これはね、安倍さんにはあげますと、うんねうん、あの誰かね、あの安倍さんのお眼鏡かなった人をね、うん、あの防衛大臣に捨ててくださいと、このことについては麻生さんも了承していたんですよ。なんととねねね、まあ、そういうい、ね、ことで話まあ,話は、ねまああ えどうも岸田さん、麻生さんの間ではまあついていたようなんですね。うんうん、それともう一つはね、あのー、このね、あの参議院選挙の前の、ね、考えていたことは、ですね、うんうん、え高市さん、高市さんも次に切るつもりだったんですよ。岸田さんにとっても、ねまあ、邪,邪魔なわけですから、ね。うん、だけども、ここに来てですね、 安倍さんがいなくなっちゃうというですね、大ハプニングが生じたわけなんですよね。いやすさまじいハプニングですよね、これは。そうなんですよ。でそしてね、えー、いなくなって、アメリカからですね、ブリンケンが飛んできたわけですよ。ブリンケン国務長官飛んできましたね。そうなんですよ。これでどうなるかという話なんですよね。うん、これね、ブリンケンがね、なぜ飛んできたか,来たかというと、えー、これはね、えー、前の動画でもね、説明したんだけども、要するにね、 えー、このアメリカというのは、えー、創主国、属国関係というね、この関係をもうずっと保ちたいわけですよ。はい、アメリカ創主国、うん、そして属国日本というのをね、保ちたい。うん、そして、えー、それはですね、もうずっとアメリカのですね、もう戦後すぐからのですね、えー、アジアにおけるですね、構想なんですよね、それは。うん、というわけで、えー まあ一番最初はね、あのー、岸信介ですね、うん、安倍さんのおじいさんの岸信介、うん、この人がまずね、アメリカの,おその、えーえー、アメリカの宗、ね、主国から派遣された、ですね、はい、まあアメリカではねストロングマンというふうに呼ぶんだけども、属、うんね、国をですね支配するストロングマン、提徳みたいなもんですけども、うん、それが岸信介だったんですよね。うんうん、そして その流れで現在は安倍さんだったんんですよ、ね、その安倍さんがいなくなったんで、うんえー、ブリンケンが早速飛んできたわけなんですよ。今ちなみに岸信介でアメリカのニュース検索すると、わんさか出てきますよ。わ、うんさか、うん、これなんでかっていうと、海外では当たり前の認識、イギリスのガーディアンでもワシントン・ポストでもいっぱい載ってるんだけども、うん、あの要するに。 統一教会の創始者である文鮮明と仲良しで、えー、かつ文鮮明の政治団体である国際宗教連合を一緒に、まあ、手伝っていたのが岸信介でそれ以来ずっと統一教会の、えー、流れがあった安倍家がついにそれの破産させられた、えーまあ、ある意味その段階では被害者が復讐劇として撃ったこれも岸信介っていうキーワードもうバンバン出てるんですよ でも日本でもこの部分全然出てこないしだか,、ねうん、だからそれがね、あれですよ、あのーまあの、ね、まそれはガーディアンとかですか、うん、ガーディアンとかワシントン・ポストとかウォール・スイッチジャーナルとかバンバン出てるそれはね、非常に正しい見方で、うんうん、要するにね、まあ、真っ正直にね、うんあの、書けばそうなるわけですよ。うん、そうなりますよね。そうなるんですよ。日本だけですよ、それをやってないの、うんうん、それだってもう、なんていうかな。 もう明確な事実ですから、でこの前もね、あのー、それねあの、紹介しましたよね、うんたえー、つまり、えー、最初にですねその統一教会のお日本本部はどこにあったかというと、ですね、うん、これは岸信介のお、ね、渋谷区南平台のですね、うん、邸宅の敷地にあったんですよでそれも、ね、だからもう、なんで書かないんだ、なんで言わないんだ。 国葬とかおかしいだろうっていう。だから、それは完全におかしいですよね。そういうわけでね、このブリンケンっていうのがね、うんあのー、なんていうかな、えー、飛んできたわけですよ。はい、で、そのね、今言ったその岸信介ですね、うんうん、これがね、1955年にですね、うん、このアメリカの CIA からお金をもらって、自民党というのを作ったわけなんですよ。そ、うんね、そしてのの流れで自民党の中に 清和会という派閥を作ったわけですよ。うん、これはね、もろ CIA からお金が出ているんですよ。うんね、ということは、何を意味するかというと、清和会というのは、えー、アメリカのですね、この日本におけるストロングマンですね、うん、これの妖精派閥なんですよ、うんね。それで清和会がね、うん、ずっとやってきたわけですよ。うんうん、ずっとやってきた。うん、ね うん、そして、えー、ここに来てですね、ブリンケンが飛んできたのはですね、これものすごい驚くことなんだけども、清、うん、和会を、清和会そのものを切るということなんですよ。つまりこれまでの戦後の構造を変えるということなんですよ。うん、どういうことかというと、えー、今ね、ストロングマンは安倍晋三だったわけですよ。うんね、つまりアメリカが、えー、安倍さんを通じてですね、 つまり安倍さんを振り付けて、いろいろと達成したいことがあったんですよ。うんうん、それはどういうことかというと、うん、まずですね,、えー、このね、防衛費を2倍にすると、うん、防衛費を2倍にして、そしてそのお金でどうするかというと、アメリカの兵器をバンバン買わせるということですよ。うんね、特にロッキードを中心としてね。うん でロッキードのお金が流れれば当然、ね、アメリカ政府の用心にお金流れますからそういうことであの F その時に安倍さんが、えー、トランプ大統領との間で強化したそのシステムは FMS というシステムなんですよね。これは要するに、ねえー、例えばロッキードが、ね、日本政府に、えー、F35 とかです、ねえー、そういう、ね、あの武器を売るときにです、ね、兵器を売るときに。うん えー、日本に直接売るんじゃなくて、アメリカ政府にまず売って、それからアメリカ政府が日本に売るという形なんですよ。うんうん、そうするとね、どこで、あのー、そのお金がですねどれぐらい膨らんだのか、ですねで誰が手数料としてどのぐらい取ったのかとかですね、うん、そういうことが一切闇の中なんですよ。うん、アメリカ政府が全部隠しちゃうわけなんですよ。すごいな、うん、こういう、ね、ことをですね、 もうこのシステムはね確か1954年だったかな、うん、に作られたものなんですけども、これがね安倍さんの時に、ものすごくねあの、なんていうかな、あの増えたんですよ。ねほとんどこれになっちゃったわけなんですよ。ねそうすると、アメリカ政府としては嬉しいわけですよ、当然ながら。ねで、このシステムをですねまずブリンケンが飛んできて、うん、岸田さんに何を言ったかというと、うん、このシステムに手をつけるなよと。うん いうことををまず釘を刺したわけですよ、うん、アメリカの利権は守れよとそう、そういうことですね、うん、これをまず釘を刺した、うん、そしてさらに、えー、このね、えー、なんていうかな、えーあのまあ、アメリカはね、この非常にねこのアメリカの外交政策というのは非常に長期的なレンジで、ね、動いていますから、はい、あのオフションバランシング戦略というのをね、 トランプ、あるいはオバマ、それ以前からずっと取っているんですよ、これ、どういうものかというと、何度も説明しましたけども、世界の米軍基地ですね、これをなるべく後方の方に持っていこうと。自分たちは責任をよっていそうつまり、現地の地域の紛争については、その地域の同盟国がまず一時的に対処しなければいけないということなんですね。 いうことは東アジアではまず日本にやってもらおうと、日本と韓国にやってもらおうということなんですよ。それについて、まずね、安倍さんに旗を振ってもらって、どんどん進めると、そのために憲法改正も進めると、当然憲法9条ですね、ここに自衛隊を明記して、ですねそして集団的自衛権というのをフルスペックでやると。ということで、アメリカといつでも戦線を組むということですね。 ということをねえ、まずやろうとしたんですよ。ところが、あのー、このね、その肝心の安倍さんがですねいなくなってしまった、うん、ということで、このアメリカとしてはね、安倍さんの3度目の首相というのも、ね、考えていたんですよ。いや、ね、もう悪夢だ。そうで。安倍さんもね、あのー、やっぱりやりたがっていたんですよね。うん、非常にね、可能性あったと思いますよ。そうでしょうね。まあうん、うん 今、2022年ですけど、2024年とかね。うんうん、そうするとね、だ憲法改正なんかもね、あの今、岸田さんがやろうとしたって、やっぱり2024年頃になるわけですよ。うんなりますね。うん、実際はね。うんうん、そうすると、そこに安倍さんが登場、再登場すると。うん、そうするとね、安倍さんの、なんていうかな、あの功績になるわけですよね。そういう計算もできるわけですよね。そういうようなね、 あれがね全部狂っちゃったわけですよ。まあだっておじいちゃんの代からずっと作ってきたその防衛利権とか含めたいろんなものの、うん、ついに憲法も改正して武器を買わせ放題にしてウクライナみたいにあのアメリカ軍は武器だけ送るだけでなんも手を下さないで、うん、大もうけっていうところがあれーっていうですそういうことなんですよねなのでででこれブリンケンケが飛んできてですね。うん どうするということで、も、ま、う、あ、多分ね、うん、ホワイトハウスで急遽相談したと思いますよ、いろいろね。で、そしてそこで出た結論というのは、仕方ないと。ね。うん、まず、清和会、これはね、今まとめるやつがいない。うん、ストロングマンがいない。ね。うん、うん。ということで、じゃあ代わりにどうすると。じゃあ仕方ない。岸田で行こうと。そして、<ー>えー、岸田、あるいは高知会で行こう。 な政和会はもう終わりだ、終わりだということですね。つまりね、これでね、戦後のね、自民党の歴史がね、ここで大きくね、変わったんですよ。今ね、我々はね、うん、歴史の境目にいるんですよ。うん、まずね、小さいね、小さい歴史から言うと、うん、自民党の中の歴史がね、大きく変わるんですよ。うんうん、小さい歴史から言うとね。まずね、えー、今まで生和会がずっとアメリカの、うん ストロングマンの養成所でアメリカの意を受けて動いてきたわけなんですよね。うん、だからあ、逮捕者がいないわけなんですよ。うん、ここにね。うん、ところが、えー、もう一つの柱として、宏池会というのがあったんですよね。宏池、うん、会っていうのはね、あの池田隼人が始めてですね、うん、池田隼人の後お、大平正義、それから宮沢貴一という具合にですね、財務省を中心、大倉省を中心で、うんうん 主に経済政策をずっとやってきたわけなんですよ。うんうん、ここがね、一つのね、アメリカの経済における、日本属国における柱が、うん、高知会なんですよ。仕方ないんで、じゃあこの高知会で行こうと<ー>いうことになったわけなんですよ。うんね、で幸いなことに、今、その岸田さん、高知会ね、うん、これ、会長が首相であるということで、うん、じゃあ岸田で行こうとうん、うん、いうことになったわけなんですよ。なるほど、うん ということでね、ここで清和会がまず途切れるんですよ。うん、ね。うん。まあそういうようなことでね。しかしなんかでも、途切れる理由が皮肉といえば皮肉ですよね。もともと反共産主義の砦として日本に置いた、うん、まああの自民党が、えー、反共産主義の砦として、韓国バージョンが統一教会と,、えー、とパク・チョンヒだったかな。 16年も政権続けたあのところで、それが、まあ、言ってみればソ連が失った後に暴走して、うんで、そして反共の砦だった共通の敵を失った結果、ぐちゃぐちゃになっちゃって、その被害者が撃っちゃったっていう。そういうことですね。うん、いやそういうことなんですよね。そ,うし,、まあ、そしてね、そのアメリカはですね。うん まずね、その岸田さんにね、何を喋ったかというと、うん、まあさっき言ったように、ね、うん、この柱はまずね、うん、釘を刺したわけですよ。うんね、つまり、えー、まず今のね、この日米の間のですね、うん、基本的なこのね、スキーム、システムですね、うん、これは手をつけるなよと、うんね。これは絶対手をつけるなよということですね。それからもう一つは、えー、このさっき言ったね、防衛大臣の岸信を、ね、うん、これを変えるなと。 いうことをねあの言ったんじゃないかというね、あ,のー、あれを聞きまして、情報をね。だけども、ここはね、やっぱりね、あのー、可能性としてはね、岸田さんは岸信坊さんを変えるんじゃないかと僕は思うんですよね。うんまあ、だって変えたいでしょ、うん、ずっと安倍憲には、ねねね、悩まされてきたんだから。うん、もうかやっぱり変えると思いますね。だけどね。 変えてもね、あのー、なんていうかな、別にやり方はあるんですよ。<う>やり方はある。うん、岸田さんとしてはね。うんうん、これね、どういうことかというとね、まあ情報ではね、はい、これ例えば、防衛大臣をですね代わりに、例えば、小野寺の典さんね。あ,あの、ウルトラ右翼感満載のそ、うん、そうそうあの中国は仮想的核だーっていうふうに叫びまくっている人ですね。小野寺五典さんっていうね、人なんだけどもね、ねこの人はね、 この人は、要するにね、まあ防衛大臣もやったことはもうあるしですね、そして、アメリカの言うことは何でも聞いちゃうというね人なんですよ。日米協会の会長かなんかやってるんですからね。おお、もう、アメリカの犬として出世しますぜぐらいの勢いですね、そういうことなんですよ。なので、小野寺御殿がつくのであれば、アメリカは満足なんですよ、浅野うん、誰でもいいんだね。OK と、グッジョークとかなんとかですね、言いそうな感じがするんですよね。なるほど、なるほど。 ということでね、うん、えー、小野寺さんあたりに変えるんじゃないかと思うんですよね。んでね、もう一つはね、高市さんなんですよね。高市さんはね、別にアメリカはねあ全然重要視してないんですよ。あそうでしょう、うん、重視してない。うん、ね重視してなくてですね、うんうん、この高市さんはね、唯一、ですねこ、はい、の岸信夫さんですね、もうこの関係しかないわけですよね、今やね。 まあ、要するに、あのーまあ、岸信夫さんを、ね、その安倍さんの代わりにです、ねうん、かばって、ねうんえー、そして、あのー、自分の,その正当性を得るという、ねうんえー、ことを考えているということなんですよね。だけどもね、あのー、それはねもう岸さんが切られた段階で、ですね、うん、段階でもう高市さんも終わりということになるわけですね。はい うん、すごいやっぱり、よくも悪くもね、おじいちゃんの代から日本を支配していた家なんで、まあそれが崩壊したらいろいろガタになるだろうなっていうふうに思うけど、うんうん、まあそれの一つの例がアベノマスクの件とか、えー、全国幼稚園連合会とかあって、これから自民党の人事にそれ入ってくるっていううことですねそういうことですね。うんうん だからね、アメリカもですね、まあ一応ね、アメリカは総始国というね、図式で言えばね、うんうん、あの、このねいろん、いろいろね、あの、シナリオを考えていて、はい、このね、大きいね、シナリオ二つあるんですよ。はい、ね一つは、今ずっと言ってきたように、うん、岸田さんで行くと。岸田さんで行く。そして、 えー、まあ岸信夫はね、帰るなよと、うん、だけども、まあ小野寺御殿なら、まあ OK、OK ケグッジョブということですね、うん、まあそれはまあ、ね、そうとして、うんでまあ、変なことをしないと、ねまあそれがね、第一条件なんだけども、うん、も,もし万が一ね、ねそのやばいことをしそうだということになれば、ですねこれ第二シナリオがね、起動するんですよ。えー、何何何第二シナリオ第二シナリオというのはね、なんと驚くべきことに。なれなれじゃあ ミスター麻生もね吉田茂の頃からずっとアメリカの言うこと聞いてっていう感じではあったが、うん、でも政治的系譜で見ると岸信介よりかはアメリカ言いなりっていう感じでもちょっとなかった感じがするんだけどな。 そうなんだけども、うん、一応麻生さんも、うん、あの首相をやっているんで、うんうん、その全体のシステム自体はまあ知っていると。確か、うん、で、それをあの、うん、や破るとか、うん、まあそういう、それについて変なことはしないと。うんうん、ということで、じゃあとりあえず麻生でもいいかというのは、うん、まあアメリカのね、あの考えていることなんですよ。うんうん、ね。だからね、あのー、だからまあ麻生さんは、まあそうですね、 まあ僕のねあの情報通によると、うん、まあ二3割は可能性あるんじゃないかと。マジかようん。いうことですね。自分で言って、安倍さんのお葬式で自分で言ってたぐらい、あのうん、正直申し上げて、私の長寿を安倍先生に話していただくつもりだった、残念ですっていうぐらい、この人、80超えてるよ、もう。12、んですよね。うん、82。え、うん、バイデン大統領よりとし年 <laughs> <laughs> ちょっとあの人も77だけどいやいや元気無理でしょいくらだってもまあそう思いますよね常識的にはね常識的にはそう思いますよねああ、まあ、しか常識が働かないのがねねな日本の政界でありね日米関係ですからね <laughs> 確かに普通の80代に比べたら元気やねって感じはするけど、うん、まあねでも僕はねやっぱりね僕の直感っていうかな、うん、あるとしてはね やっぱり第一シナリオの岸田さんでいくと思いますよますあ,あそうでしだからこれで、だって総裁選またやって、衆院解散やってとかってなっちゃったら、せっかくのね、<laughs> あの選挙も全部ずたずたになっちゃうし、うん、あのー、それでね、岸田さんってね、はっきり言って、これ、人の信念がないような気がするんですよね、お考え何もない、ね、何もないよ、<ー>この人。 見てるとね、聞く力、聞く力,うん、聞く力、聞く力、あっそうですか、はいはいみたいな、もうそれだけでうん、うん、だから岸田さんはね、えー、これ、多分ね、うまくやって、麻生さんをね、この貢献人っていうかな、さらに強い貢献人につけると思うんですよ。そしてね、やっぱりね、アメリカの了承を得て、ですね大公地会を作るんじゃないかと思うんですよねも、うん、もともとそれはね。<laughs> あのもともと同じ派閥だ、そそそうそうそう、うん、ねで岸田さんも麻生さんも、特別ね、それになっちかな、あの嫌悪感はないですから、大公地会を作れば、あね今の安倍派を凌駕しますから、うんうん、ねそしてもう今の安倍派ね、要するに清和会、うん、これはもう今、だって、あのー、<う>この今ね、安倍派のね,ね会長っていなくって、なんか、 塩谷さんっていう元党の総務会長をやってた人が会長代理をやってあとはなんか下村博文とか萩生田光一とか松野官房長官とかなんかみんなで仲良くやりましょうみたいな感じになってるんだけど私これ見て絶対うまくいかねえって思ったこんな悪の強いキャラがですね同正異武ですよこれもう、まあ、どう考えても先導を多くして山登るどころかも,もう山の中で墜落して倒れてもらうこんなことやってたら。 いや、実際ね、あのー、うん、そうなんですよ。うん、ね。まずね、あの、集団指導体制なんて言ってるけども、うん、これはもうね、あのー、長く続かないんですよ。いや、こんなね、うまくいかないよ。ねうん、うん。これはね、分裂します。そして、あのー、まずアメリカのね、この指示がね、もうないんでですね、これはもう、うんさん無償しますよ。<laughs> この人たち何したらいいかわかんないだろううん。その中でね、やっぱりね、 あのー、清和会として残るのは、やっぱり福田さんなんですよね。ああ、なるほど。うん。福田さんね、うん、福田さんはとにかくね、今ね、あのー、ストロングマンとしてね、はい、このまとめる,、まとめるね、力がないんで、ですねこれはもうね、うん、派閥としてはあ分裂せざるを得ない、うんうん、そして福田さんが、その小さくなった清和会、うんうん、これの小さいグループのリーダーとして残ると。うん という形なんですよね。しょぼいなぁ。そう、まあ。そしてね、今ね、この清和会ね、いろいろいますけども、この萩生田さんね、萩生田さんあたりね、この高知会の方に行くんじゃないかっていうね、気もしますよね。いや正直、この人も、あの、うん、あんまり信念を感じない人なんで。うん、<laughs> うん。まあね、だけどね、まあ、なんていうのの政治感覚っていうか、うん、その辺のね、 どう動いたらいいかっていうね、そこら辺の、ね、嗅覚が働く人ですから、そういうね動き方をねするんじゃないかと思うんですよね。あと、そうですね、あのー、まずね、下村,ね下,村下村さんですよね。今ね、あのーうん、一番上っていうかなまとめる、まとめられるんじゃないかと。うんまあ、というふうには誰も思わないけども。うん 一応ね、そういうふうに目されているのは、この下村博文さんと萩生田さんなんですよね。はい、そうなんだけども、萩生田さんの場合はね、なんていうかな、この人ね、人望があまりなくて、うん、お金もあんまりないんですよね <laughs> どっちも、人望も金もない、<laughs> まあ安倍,安倍さんの靴だけね舐めて接するしてきた。そうなんですよ そそううう要すするにそういうことなんですよ、うん、あと、ね、あのすごいくだらない話ですけど、すごい年功序列感あるじゃないですか、自民党はね、58歳だからね、若いんだよね、秋村、ね、さん。うん、そうですね。だから下あと、下村さんがね、うん、この人はね、お金はあるんですよ。うんね、お金はあるんだけどね、これね、うん、えー、今ね、もう問題になってるんだけども、その教育事件っていうかね、うんうん、ずっとほら、 あのー、問題になったじゃないですか、英語の教育とかね、それから入学試験に絡んで、ですねそのベネッセが絡んで、どうのこうのとかね、これ、下村さんが非常に絡んでいるんでね、うん、このへんがね、スキャンダルとして、ね、出る可能性があるんですよね。いやーっていうか、あのー、アメリカに見放されちゃったらメディアも見放しちゃうから、うん、檻のようにスキャンダル出てくるだろう、そんな西村さんね。 あのね、志村さんが本買ったし、西村さんね。このコロナとの死闘っていうクソ本だな、これは。ねこの人もだって海外でそう女性、しかも子供じゃなかったかな、買ったっていう。フィリピンかどっかでね、この人はね、スキャンダルとの死闘になりそう。コロナとの死闘、改め、スキャンダルとの死闘。そう、だからなんていうかな、この人の場合ね、 そういう売春絡みだけじゃなくて、うん、やっぱりね、その周囲に、ね、いろんなその、なんていうかな、怪しげなベンチャー企業とかね、<ー>いろいろね、うごめ、うんえー、いているみたいですから、その辺の、なんていうかな、うんあのー、スキャンダル記事が出る可能性がありますね、それからね、いろいろね、いるんだけども、うんえー、例えばね、江藤誠一郎さんなんていう人もいるんだけども、うん、まあこの人はね、統一教会とのね、 関係があれなんで、この人も全然ね。秘書をもらってた人ですよね。そうなんですよね。この人は全然だめなんですよね。あと、柴山正彦さんという人もいるんだけども、この人も全然人望がないんでね、どうしようがないと。それからね、松野官房長官ですね。官房長官ね。今一番テレビには出てるけど、松野官房長官。うん。テレビ出てるけど、なんかパッとしないでしょ、なんか。いや、正直。これだったらまだあの。 正直、菅さん官房長官に戻した方が良かったんじゃねえのぐらい、なんか、ぱーっとしてる感じですね、うん、この人。この人はまさに見た感じそのものでね、うん、人はいいんだけども、ただそれだけっていうね。正直、そんな感じです、ね、<laughs> そういう感じなんですよね。<laughs> うん。そういう感じなんですよ。ね。あとね、 あと、高木剛さんという人もいるんだけども、この人はね、ほら、あの下着問題っていうか、パンツ高木もうちょっと調べたんだけど、今、66歳なんだけど、ねあの30代の次ねにね、いろいろね、清水さん笑いましたけど、下着下着泥棒の常習犯ということで、ねしかも合鍵かなんか作ってですね、侵入してたんだよ、この人。 あのー、なんていうか、なんかパンツかなんか持ってったみたいなね、そんなような人ですから、うん、そこらへんがね、こう広く大々的に出ちゃうと、うん、もう、なんていうかな、全然もう、あれですよね、達成がないですよね、もねいや、あのー、そのそ、うん、本当にそうだと思いますよ。うんうん あとね、あれですよね、世耕さんですよね。ああ、世耕さんね、参議院の、今議長を務められている。うん、だから、唯一ね、世耕さんだけがね、可能性が残ってるんですよね。つまり、世耕さんが、えー、この清和会ね、これちょっと分裂はね、あの押しとどめるべきだということで、うん、じゃあ自分がやるということで、手を挙げる可能性はないわけではない。ないわけではない。うん、そして、 清和、えー、会の代表になって、うん、そして次の総選挙で衆議院にくら替えするうん、うん、そうすれば、まあ道が、あまあ、首相へのね道が開けてくるということなんだけども、果たして世耕さんにそれだけの胆力があるかどうかっていうね。あないだろうね。そんなようなね、まあちょっとね、非常にミクロの話に、ね、このなってきましたけどね。うん あのーまあ、小さい話で言えば、うん、もう清和会はどうなるかということで、うん、今言った人々がですね、どうもね、ちりじりばらばらになっちゃうんじゃないか、んじゃないかい清和会がから、権力の中枢が清和会から高知会に移るって、すごい事件だけどね。うん、うん、すごい事件ですよね、うん、戦後史にとってはですね、うん、いいまあそうなんですよね。はい ま、うん、まあまあどっちにしろですねその統一教会とかあのそして安倍晋三のこの問題がこのまんまの状況の中で国葬にするっていうのはもうさっさと自民党内で区切りをつけて岸田さんとしても保守層を取り込んで,で高知回路線で行っても保守層も きちんとね、票をもらえてっていうようにしたいんだろうけど、そんなこと、まず統一教会問題解決してからにしろよというふうに言ったら、これね、筋がね、通らないんですよ。通らない全く通らない。全く通らないですよね、これね。だけど、急に言いといたのは、そういういろんなアメリカとかの動きとかもあるんでしょうね、これ。だけどね。 なんだろうな、で僕の、ね、ツイートにね、うん、1>, 1万2000もの、ね、同調者がいた,わいたわけですよ、ふざけるなっていう話でね、うねうん、ね要するに安倍は日本国に準じたのでも、功績を残したのでもない、うん、国に残したものは国民の分裂と混乱、うん、同性の堕落と経済の泥沼、うん、しかも最後は霊感商法の守護神として、霊感商法被害者の家族に復讐された。うん 国葬とするなら文字通り日本国の国葬となろうよねいうね、本当ね、日本としてですね、さらになってゅうかな、本当バカな国になりますよ、これ。ねえのそれでみんなええのせめてね、せめて王子のね、この佐藤栄作のね国民葬ですね、せめてこのぐらいのレベルにね、もうしとけばいいのにですね。 あ,あとなんかこんな扱いしちゃったらその何だろうな昭恵さんのあの何て言ったらいいの遺族に対しての反発もすごそうだし迷惑なんじゃないかなっていうふうにも思うんだけどまあまあ岸田さんには岸田さんの思惑があるんでしょうね、うん、まあいずれにせよ、うん、もう安倍の蓋がパーンって外れてですね早速幼稚園連合会はもうあの逮捕されるわ。 アベノマスクのメールはなかったとか言ってたから100通ぐらいとどろって出てきたりとかもうおかしいでしょどう考えてもっていうこの蓋がね外れてすごい日本全体がガタガタすると思いますんでね是非ちょっとこの状況しっかり見ていかないとダメだなというふうに思って佐藤さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございましたはい皆さんも見ていただきましてありがとうございますチャンネル登録といいねよろしく今日も特集それでは はい。今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。ひとつき万札の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、えー、全部アップロードされていますので、えー、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。